こんにちは、タカです。僕はレクサスが欲しいです。著名人や経営者がステータスが高い人たちが乗っているあの高級車レクサスが欲しいです。一般のサラリーマンたちが買うとしたら、年配の役職者が上の人以外では奥さんを諦め独身を謳歌する男性か、車好きの旦那のために家族が貧乏生活を余儀なくされるファミリーカのどちらかです。しかし、ある職業だけは家にいながら朝早く渋滞や満員電車に乗って会社へ出勤することなく、面倒な人間関係を築くことなく、嫌味な上司と付き合うことなく、出来の悪い後輩の尻拭いで遅くまで仕事をして残業をする羽目になることなく、夏は外がピーカンで道路工事の人たちが死にそうな気温の中、涼しいクーラーの部屋の中で椅子に座りながら、冬は暖炉の効いた部屋で、またはこたつに入ってぬくぬくとみかんを食べながら、そんな環境の中で仕事ができ、初年度年収600万円、次年度年収660万円、その次は年収726万円を手に入る職業、お金の心配をせず1円でも安いスーパーへ奥さんを走らせることなく、賞味期限が今日の日付の半額の商品などケチケチした買い物をせず、楽しみながら食べたいものを食べて、買いたいものを値段を見ずに買って、さらに貯金を増やし、分割ではなく一括でレクサスを購入できるような、そんな時代を先取りする最先端のある職業を紹介します。まず、なぜ僕はレクサスが欲しいのかというと、この話を先にさせてください。僕の友人が若いのにレクサスに乗っているんですよね。それでいいなと思って。そして、なぜレクサスは値段が高いのかというと、レクサスに乗っている友人が話す中で、僕が思うレクサスが持つ2つの魅力をお話します。本当は6つくらい魅力があるのですが、長くなっちゃうので2つだけにします。そのような魅力があることで高くなってるんだなというふうに思いました。で、1つ目が、車のナビがリアルタイムに自動更新されるんです。普通の一般の車ではナビが何年かに一度 DVD などのメディアを使って更新するのが一般的ですよね。で、更新するには費用がお金がかかって、国産車では数千円、輸入車では4万円くらいするものもザラなんですけど、それにせっかくの休みに大切な家族との時間を削ってディーラーに行って車を1時間預けたりして、しかも混んでいたりいろいろ用事があって忙しい時だとイライラしますよね。なので、面倒くさいから更新してないですという方も結構多いと思います。でも、このレクサスには通信サービスがあって、なんとナビは自動更新されるんです。新東名や圏央道、北関東道とか新しい区間が続々開通してるんで、すごく便利です。もちろん一般道も対応していますので、新しくトンネルが開通して短縮された道などもしっかり更新されます。更新とかに面倒な手続きなどは必要なくて、ただボタンをポチッと押すだけなんで、自分でやらなくても助手席に座った可愛い彼女や奥さんに、または子供にポチッと押してもらって、それで更新終了です。で、いつ押すんですかというと、地図データが更新されました、地図更新ボタンを押してくださいとナビが案内するので、それが出てきたら、それで子供にボタンをポチッと押してもらえば終わりです。わざわざあなたの貴重な時間を割いて、休日の時間を、楽しい時間を削る必要がないんです。更新のお金も出す必要も1円もありません。随時更新できるので、新しく開通した道とかも他の一般ピープルが知らずに遠回りしているのをニヤニヤしながら走ることもできるんですよね。また最近のレクサス車では、道路だけでなくてお店の情報とかも更新されるんです。もし素敵な女性との
初デートとかで自信満々に美味しい店とかに行ったりして、そこが休みだったりしたらかっこ悪いですよね。あなたのポイントが下がりますよね。そういうのが何度かあったら、あなたとの距離を考えられてしまうかもしれないですよね。それも否定できませんよね。次に、至れり尽くせりのコンセルジュサービス、オーナーズデスクというのがレクサスにはあるんです。これは何かというと、車載の通信機能を使って24時間365日レクサス専用のオペレーターにボタン一つでつながります。相手は機械とかじゃなくて、可愛い女性かかっこいい男性なので、しかも丁寧で礼儀正しくて、あなたがアバウトな横柄な注文をしても、なんか偉そうに、この辺に美味しいお店あるとか、近くに日帰り温泉あるかなとか、彼女や家族、子供たちの前でもかっこつけていっても、ちゃんと丁寧に調べてくれて、いくつかの提案をしてくれます。さらに、すごいのが、レストランやホテルとか、あなたの代わりに予約までしてくれるんですよね。もう王様気分というか、家来がいるような居心地よさ、本当にリッチな成功者の気分を味わえるんですよね。で、有名人でもヒルトンホテル創業者一族の霊場であるパリス・ヒルトンさんや、人気俳優の藤原竜也さん、お笑いのダウンタウンの松本人志さん、彼らはレクサスの愛用者なんですよね。あなたもそんな有名人の仲間入りができるんです。で、そんな有名人たちと仲間入りができるある職業って何ですか？というと、それはコピーライターなんです。X ジュニアコピーライター養成スクール。これは日本最高峰のコピーライター教育を受けられる最新のオンラインスクールです。講師は仙人さんという謎の人物なんですが、その仙人さんのおじさんたちには2年連続で年収5億円の収入を得た方や、12時間で約5億6490万円を売り上げたギネスブックにも載った2名の方々や、その他の方も億超えが当たり前になっています。この X ジュニアコピーライター養成スクール、この学校を卒業すればコピーライターとして生計を立てることができます。このスクールは普通の4年生大学とは違って、半年後には月収50万円を得られるように授業がカリキュラムが進んでいきます。つまり、今日あなたが X ジュニアコピーライター養成スクールに入学すれば、6ヶ月後には毎月50万円の給料が安定してあなた名義の銀行口座へ振り込まれ続けることになります。初年度年収600万円、そして次年度年収は660万円、その次は年収726万円を手に入れられることになります。数年単位で見れば、自動的に年収1000万円まで収入を伸ばすことが可能です。そんなスクールに今なら期間限定で、ただ無料で体験入学をすることができるんですよね。なので、大変だと思うならば、参加してみて、体験してみて大変だと思うのであれば、期間内にやめていただければ、その場合は一切お金もかかりません。そして、その期間学んだことも無料であなたのビジネスに活かせます。僕もレクサスを買うためにコピーの修行を頑張っています。あなたももしレクサスに乗りたければ、もしかしたら2台買えちゃうこともできるかもしれませんが、あなたはレクサスに乗って周りから成功者だと思われて、子供たちもいじめられずに、奥さんも鼻高々でレクサスに乗って毎日美味しいものを食べに、うなぎとか特上で、あとは思い立った時に飛行機で北海道に行って新鮮なウニやイクラなどを食べられるんです。もちろん脳を使った仕事なので、肉体を使った仕事ではないので、定年とかはなく、60歳65歳が過ぎても逆に収入が増えるので、年金の心配はなくなります。詳しい事例は公式サイトを見てください。ただし、 X ジュニアコピーライター養成スクールは
あまりに再現性が高いため、人数が一定数を超えたら現在のメンバーの収入を確保するために予告なく入学受付が締め付けられる可能性が非常に大です。なので今すぐ公式サイトへアクセスしてください。あなたも安定した年収600万円から始めてください。それでは本日もありがとうございました。